医療福祉政策課の佃です。ユニバーサルデザインと聴者アンケートについてお知らせします。ユニバーサルデザインとは、すべての人のためのデザインやみんなに優しいデザインという意味になる。年齢や国籍、障害のあるなしに関わらず、できるだけ多くの人が利用できるようデザインすること、またその考え方を言います。ユニバーサルデザインは、物や施設などのハード面に限らず、サービスや情報といったソフト面も含みます。例えば、相手に対して気づきや配慮、思いやりを持って対応するなどの心のユニバーサルデザインも非常に大切なことです。つまり、ユニバーサルデザインとは、誰もが安心、安全、幸せに暮らせるための考え方や理念のことです。市では、すべての人が生活しやすく、暮らしやすい街づくりを目指し、ハード面やソフト面だけでなく、心のユニバーサルデザインを含めた一体的なユニバーサルデザインの周知・啓発に取り組んでいます。そこで、ユニバーサルデザインの視点から、庁舎環境や窓口サービスの向上のために、来庁舎にアンケートを実施します。第1弾は1月10日火曜日から2月17日金曜日まで、第2弾は2月20日月曜日から3月29日水曜日まで実施予定です。設置場所は伊賀市役所本庁舎の南側正面玄関付近など、庁内各所に設置します。回答方法は、質問内容を記載したアンケートボードを設置しますので、はいかいいえ、または満足か不満足のどちらかにシールを貼ってください。また、伊賀市役所本庁舎1階の市民スペースで、ユニバーサルデザインに関する展示を行う予定です。本庁舎にあるたくさんのユニバーサルデザインを紹介しますので、ぜひ市役所本庁舎にお越しになった際はご覧ください。お問い合わせは、医療福祉政策課、電話 26-3940、 ファックス 22-9673 までお寄せください。アンケートボードを見かけた際は、ぜひ回答してください。以上、医療福祉政策課からのお知らせでした。